こんばんは。こんばんは、バータインです。今日はファッションでお金をかけるべきアイテム4選ご紹介していきたいと思います。はい、私たちもこれまでいろいろ買ってきましたが、その中でも特にここにお金をかけてよかったなと思うところをご紹介していきたいと思います。はい、まあ、前提としてお金があれば全部好きなものをいっぱい買えばいいという話ですが、なかなかそういうわけにもいかないので、何か買おう、ユニクロとかじゃなくてちょっといいもの買いたいなと思った時に失敗はしたくないと思うので、皆さん、はい、じゃあ何を買ったらいいかっていうところをご紹介していきたいと思います。では早速ランキング形式なのかな。違います。はい、一つ目は靴です。結構これもう聞いたことある人多いかもしれないですが、シューズは絶対いいの買った方がいいです。はい、っていうのも、はい、まあどれもいいものがいいんだけど、うん、まあ、せっかく買ったら長く使いたい、うん、長く大事に大事に使いたいし、ずっとかっこいいと思ってたい。じゃあ、うんうん、もうこれいいや、古いや、飽きたとかいうのは嫌なので、うん、まあそういう流行りしたりのない長く使えるものっていう観点で靴はもう最強です。はい、まあ、靴って言ってもなんかカラフルなスニーカーとかめちゃくちゃスタッツのついたブーツとか、ちょっとそういうド派手なのはやめていただきたい。結構派手に使ってね。いや俺はもういいんだよ。俺らみたいなファッション大好き人間たちはもう好きなもの好きなの買ったらいいんだけど、今回の動画は、まあ、そんなにファッションがめちゃくちゃ趣味とか、もう欲しい服めちゃくちゃ買っていきますとかじゃなくて、まあ、ちょっとおしゃれに興味があるくらいの人とか、なるほどね、まあ、今はちょっとあんまりお金なくて何か1個だけ買うとしたらどうしようみたいな感じの方々を想定してますので、はい、はい、よくわかりました。はい、そういう方は、まあ、ローファーとかブーツとか、まあ、レースアップのでもいいんですけど、何かしらレザーシューズで黒のものまずは1個買ってみましょう。はい、おすすめなんかありますか？そうですね、まあ、これもピンキリなので難しいですが、まあ、別動画でも紹介してる通り、そこそこの値段で言うと GH バスのローファーとか、うん、めちゃくちゃいいんじゃないかなと思います。うん、まあ、高いと言ってもそんな10万20万するわけじゃなくて3万円4万円ぐらいで買えて、まあマイケル・ジャクソンも愛したローファーっていうことでなんとなくかっこいい気もするし、まあずっと長く使える、修理ももちろん出せるので裏張りとかしたりソール交換とかしながら長く使えるっていう点ではGH バスのローファーめちゃくちゃいいんじゃないかなと思います。まあ、もっとお金出していいよっていう人は、はい、チャーチとか、そうね、チャーチのブーツとかジェームストンとか、あ、いいね、ジェームストンのローファーとかね、レッドウィングとかレッドウィング安いけどね、4万ぐらいだけど、うん、まあ、サンローランのチェルシーブーツとか、うん、懐かしい、行ってみたり、まあ、黒でそんなに派手じゃなくて、まあ、オールデンの革靴とかもいいね。うん、そうだね、切りないね。うん、切りない。はい。まあ靴紹介は別動画で出すので、まあ、何か買いたいっていう人は黒の革靴を買ってみると、まあ、この時注意点としてはあれかな、なんかビジネス用っぽいの買っちゃうと意外と自分の私服と合わないなとかなっちゃう可能性があると思うので、うん、まあ、学生の方とかで、自分が学生の時にめっちゃ気楽に履けてたのはローファーかな。うん、ローファーは結構なんか何も考えなくてもデニムとかスラックスとかチノパンとか何でも合わせられるから結構重宝してたので、まあ一足目なんかちょっとおしゃれしたいっていう人にとってはすごくいいんじゃないかなと思います。はい、では続きまして靴ときたら次はパンツです。うん、まあ下から順番に来ちゃってるんですが、まあ、パンツがおすすめな理由としてはなんかなんて言うんだろうな、まあ、一つは靴と同じで長く使える、まあ、特にデニムとか、まあ、これもあんまド派手なのじゃないのを買ってほしいんですが、まあ、トップスに比べるとパンツって結構なんて言うんだろう、円の下の力持ち感があるというか、コーディネートの中であんまドンって目立たないけどこうしれっとかっこいい感じになれるので、なんかいいデニム一本あったりいいスラックス一本持っておくと、なんかどんな上を白い T シャツ着たり、黒のスウェット着たりグレーのフーディー着たりいろいろ変えてみても、下が綺麗な黒のスラックスとかもうインディゴのデニムとかかっこいいの一本持っとくと、なんかバリエーションがそれだけで広がるし、
上適当にコロコロ変えても、まあ、どれもちょっとかっこよく見えてくるなっていう、こう不思議な力がパンツにはあると私は思ってますので、1個買うんだったら定番のパンツを買ってほしいなと思います。はい、これもまあ例で言うんだったら、まあ、本当に第一歩の一歩で言うんだったら、もうリーバイスのインディゴの501とか、うん、グレーのリーバイスのデニムとか、うん、から、まあ、もうちょっとお金出してもいいよっていう人はちょっと高いブランドのスラックス買ってみたり、まあ、これは古着でも全然いいと思うんでね、買ってみましょう。次はアクセサリーです、うん、これは、まあ、中でも春夏のシーズンに特におすすめなんですけど、春夏ってどうしても暑いからもう短パン T シャツみたいなシンプルにどうしてもなっちゃう、まあ、かといって個性を出そうと柄物はなかなか勇気がいるし子供っぽくなっちゃうので、まあ、そういう人にどこでおしゃれ感を出すかっていうと、やっぱり小物が大事になってくるかなと思います。で、小物って言っても、まあ、これもやっぱり同様で結構定番なスタンダードなものを選んでいただきたくて、ちょっと今ちょうどしてるんですけど、こういうバングルとか、うん、個人的にはおすすめです。あとはまあシンプルなあんま目立たないピアスとかもいいかなと思います、うん、まあ、これもコーディネート選ばないし、どんなファッションしてる時でも、まあ、普通の黒いズボンに白い T シャツで地味だなと思った時もなんか腕元にシルバーのバングルつけてたり、ピアス片耳にしてるとかだと、まあ、それだけで、あ、こいつはちょっとやるなっていう一目置かれる存在になれると思いますので、まあ、これも、特に絶対これがいいっていうのはないので、比較的ベーシックなものでちょっと背伸びしていいもの買うぐらいがちょうどいいんじゃないかなと。なんか安いもの買うと飽きちゃうし、なんかつけててなんて言うんだろう、愛着を持てないかなと思うので、うん、結局買い替えることになるよね。そうそうそう、なんかこんな安いものつけてもなって思っちゃうんで、なんかちょっと背伸びしていいアクセサリーを1個買ってると、こう毎日のコーディネートが楽しくなるなと思います。はい、さあラスト1つがバッグです。忘れた。さあ最後1つはバッグですが、結構バッグって選択肢多い割に、なんか何が定番かも分かんないというか、どういうの買ったらおしゃれかっていうのがすごい分かりづらいアイテムだなと思ってて、うん、大学とかだとどうだろう、トートとか多いんじゃない。そうだね、やっぱトートバッグか、キャンパス生地のトートバッグとかリュックとか、あ、リュックも多いか、リュックが一番多いか、いっぱい入るしね、うん、確かに確かに。リュックとかもねいいけど、やっぱショッピングに出かけるとかおしゃれしてどっか行くっていう時になかなかねリュックだとおしゃれ感が出づらいっていうのもあるし、まあ、バッグも、まあ、黒とか茶色とか、そう落ち着いた色で、特にレザーのバッグっていうのを1個持っとくと、まあ、どこに出かけるにもいいアイテムになるし、シンプルなコーディネートにも、うん、結構かっちりしたフォーマルなコーディネートの時でも、まあ、どんなアイテム、どんなスタイルにもハマるので、いいバッグ1個持っとくと、まあ、この先長く学生から社会人になって、おじさんになって、おじいさんになってもどんな場面でも活躍できるんじゃないかなと思います、うん、まあ、容量がね難しいよね、サイズどうするか問題が、うん、よく言えばちっちゃいやつと大きいやつ1個ずつ欲しい。そうだね。ですが、まあ1個どうしても買うってなんだったら、まあ、ペットボトルが入るぐらいかな、うん、自分が普段持ち歩くものを想像して、なんか充電器と財布とペットボトル入るぐらいとかのサイズを一つ目安にすると、ちょうど使い勝手のいいバッグに出会えるんじゃないかなと思います。おすすめのバッグはありますか？はい、もちろんです。最近僕が買ったのはヌメレのクロワッサンバッグラージです。しかもラージ。はい、あのしかもダークブラウン、黒で、いやいいね、いやいい色買いましたので、これは買って1ヶ月ぐらい経つのかな、最近買ったんですけど、もう毎日使ってますね、いいぐらい、うん、あともうこうで他がしょぼいやつでもバッグだけでかっこよくなれるっていうのが一番おすすめポイントです。いや、そうだね、大きいバッグはね、うん、バッグって結構なんか持たないと分かんないなと思うんで、うん、なんかオンラインとか適当に買うよりはちょっと頑張って
実物を見に行って持ってみて買うのがいいんじゃないかなと思います。はい、ぜひ皆さんクロワッサンラージバッグ見に行ってみてくださいめっちゃピンポイント、はい、まあ今あ、何かありますか。あ、最近もらったよね。あ、そう、うん、僕も彼女からアリックスのトートバッグをもらったし、うん、まあ、今使ってるバッグ全部もらい物なんですけどいや本当にもらってよかったなと思うぐらい毎日使ってるし、うん、本当バッグって大事だなと身に染みて感じておりますので。そうですね、僕は最初どちらかというとバッグいらない派の人間だったんですけど、うん、いるよね結構、結構特に便利であれ。いやそう、いらないと思ってる方も一回使ってみたらあると便利だよ、うん、手放せなくなっちゃうぐらい便利ですね。やっぱ充電器とね、うん、飲み物と、うん、まあウェットティッシュ入れとくのが僕はおすすめですかねまあ今日紹介した4つのアイテムたちは、まあ、1個定番のいいもの買っとくと、うん、もう5年先10年先まで長く大切に使えるし、まあ、絶対後悔しないし、もう万が一後悔したら全部売れるんでね、高めそう、ね、そう、それぐらいこうなんか人気が急になくなったりとかがないので、うん、もう常に誰もが欲してるようなアイテムになるって絶対買って後悔することはまあありません、はい、なのでまあちょっとまあなんだろうな、安っぽいコーディネートから一歩脱却したい、一歩先行きたい人たちは今日おすすめしたようなアイテムの中から1個自分好みのを探してみてください。はい、まあ、具体的な商品たちは僕たちもこれからどんどん紹介していくので、はい、チャンネル登録をしてお待ちください。はい、ありがとうございました。以上パラタインでした。